さあ、いよいよ始まりますこの一戦、全日本タッグ戦。呼び方がこのスタンドのどこか。試合中に考え方は良くないぜ。ボールはもらうぜ、10番のオーロラフェイントだ。出た、ナスミフェイント。もらったぞ、オーロラフェイントだ。出た、ナスミフェイント。あと、ここで仕留めに来た。美しくも要塞に一撃でゴールを奪うのか。キーパー反応できない。先決めたぞ。この程度か。この位置で攻守交代だ。パスカル君、なんだこれ。俺は負けるわけにはいかない。オーロラフェイントだ。出た、ナスミフェイント。アルゼンチン、これは味方のサポートも十分。さあ、ゴール前です。さあ、白夜の騎士がその力を譲って。これは目の覚めるような一撃だ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。翼くんもらったぞ。素早く繋ぎます。出た、ナスミのフェイント。必殺のオーロラフェイントだ。シュートまで持ち込めるか。ゴール前に持ち込める。必殺のオーロラフェイントだ。さあ、白夜の騎士がその力を見せつけるぞ。これは目の覚めるような一撃だ。それ、真正面からシュートを受け止めた。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。パントキックで大きく蹴り出した。嘘だろ、俺が。必殺のオーロラフェイントだ。出た、長い色のフェイント。よし、必殺のオーロラフェイントだ。これは攻撃の主力の主力だ。懸命に勝ち出した。ガネア君、ここからのキープ。必殺のオーロラフェイントだ。あっと奪い返した。ディアス君、前転でかわした。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。新田君、素早くつなぎます。必殺のオーロラフェイントだ。外れた、ナイスオーロラフェイント。ここから腕が、キーパー止められない。それ、このパスのトラップ、パサロ君、パスを出します。三崎君、ボールダッシュ成功。必殺のオーロラフェイントだ。セルベロ君、ボールを奪うことはできません。必殺のオーロラフェイントだ。セルカー、ナスミのフェイント。ガルバン君、さあ、ヤクヤの騎士がその力を見せつけるか。ここだ。これは目の覚めるような一撃だ。ガルトール君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。パントキック、どこまで運べるか。ディアス君、このボールをコントロール。反転でかわした。パスカル君、ここからチャンスを作れるか。ディアス、負けた。必殺のオーロラフェイントだ。敵陣へ攻め込みます。出た、マジックのフェイント。ガネア君、激しいタックル。ディアス君、ここはパスを出した。ガネア君、ここで止めた。ディアス君、ボールを奪うことができません。出た、七色のフェイント。ゴール前に持ち込んだ。あと、ここで仕留めに来た。美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。ここだ。ガルトール君、このシュートに反応している。よし、このボールを拾います。出た、七色のフェイント。必殺のオーロラフェイントだ。白
クヤの一撃で一撃で決死のセービング、パントキック、どこまで運べるか。ここは抜けてます。必殺のオーロラフェイントだ。ここでか、七色のフェイント、あとここで仕留めに来た。美しくそうじゃない一撃でゴールを奪うのか。キーパー反応できない。まさにスーパールーキー。あ、全日本、それが戦い方を変えてきたようです。俺が世界一、俺が天才ファンティアスだ。スライディングでカット。全日本、それは戦い方を変えてきたようです。パスを回す、いけ。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。行くぞティアス、そしてシュート。これは竜巻のような後ろ回し蹴りだ。体を張ってボールを止めた。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ショーの始まりだぜ。おっと、直線バグラン中からの ミラクルオーバーヘッドだ。これはブロック失敗だ。狙いすましたシュートのボールソケット、いけ。前後半、後半も勝負だ。ディアス、久々に楽しくなりそうだぜ。敵陣へ攻め込みます。激しいタックル、パスを出します。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。見せてやるぜ俺の力。直転バク転バク転、ミラクルオーバーヘッドだ。このボールに飛びつく、キーパー止められない。全日本、この発展指示がどうどうするか。ここはパスを出した。ドリブルでボールを運ぶ、スライディングで止めた。ハス、激しいタックル、ここからチャンスを作れるか。このスライディングが決まった。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。あっと奪い返した。ジェイテス君、パスを出す。激しいタックル、ここは抜かせません。ディアス君、俺の得意技だ。が炸裂、このボールに飛びつく。これは若島津君、ファインプレー。ダイレクトでパス。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ディアス君、シュートだ。キーパーからのリターンだ。ワンタッチで送る。ディアス君、ボールダッシュ成功。ツインシュートだ。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ブロックを突き破りゴールへ。若島津君、ゴールを割らせません。よし、フェイントだ。チャージが決まった。ツインシュートだ。全日本、若島津君が候補どうするか。身を挺してシュートを防いだ。ダイレクトでパス。センブロコ、ボールを狙うも届かない。ディアス君、高速の抜き先だ。シュートを放った。ゴールキックです。若島津君、パスを出します。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ツインシュートだ。この発展戦が攻防攻撃か。ジドー君、ここは身を挺して止めに行く。ソーラ、ユーバン君、ここは抜かせません。素早く横にかわる翼。決まった、決まった。後半15分が経過しました。よし、ここからラストスパートをかけてくるか。はっ、岬はっ、チャンスが決まった。アスカル君、スルーズの足を振り抜きシュート。ボールはまだ生きている。全日本、この作戦指示が功を奏するか。アスカル君、シュートを放った。これは見事にキャッチ。そっ、ジンド君、素早くつなぎます。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。
ってやる。ショーの始まりだぜ。アクロバットな動きでヘッドシュートに行った。このボールに飛びつく。キーパー反応するも決まった。このくらい軽いもんだぜ。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。アルゼンチン、キャプテンのこの天才のプレーを見せつけるのか。敵陣へ攻め込みます。さあここからが本番だ。側転、バク転、バク宙からのアート。さあボールと真っ向勝負。キーパーをものともせずゴール。翼、松山君、今までの展開で分かる通り、ディアスがマークしている限り、だから、え？奴は翼以外は自分より劣る。そこで俺、けっそう。そうじゃねえけどよ。いや、みんなの心配は当然さ。けど俺、相手が誰だろう。分かった。松山、お前がボールを取られても。ああ。行くぞみんな。行け。ベスト4に行くのは俺たちだ。これで負けるもんか。勝つのは日本だ。ドリブルは見送る。必殺のオーロラフェイントだ。出た。七色のフェイント。必殺のオーロラフェイントだ。シュートまで持ち込めるか。さあ、白夜の騎士がその力を見せつけるか。これは目の覚めるような一撃だ。ガルトーニ君、ボールはまだ生きている。チャージが決まった。必殺のオーロラフェイントだ。ディアス、ボールダッシュ成功。チャージが決まった。ジドス、パスを回す。ここはパスを出した。必殺のオーロラフェイントだ。出た。七色のフェイント。あと、ここで仕留めに来た。美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。ここに飛びつく。ガルトーニ君、これはキャッチできない。パスを受けた。ここは抜かせません。必殺のオーラポイントだ。さあ、とドリブルを
ツインシュートだ。息の合った連携からそれシュートに持っていった。これやりました、スマホさん。必殺のオーロラフェイントだ。出た、七色のフェイント。この作戦は不発に終わります。必殺のオーロラフェイントだ。当然だ。スライディングでカット。翼くん、ここは抜かせません。ガレア君、ボールを奪うことができません。スライディングで止めた。はっ、ここで止めた。ミッタ君、フェイントを出します。出た、ラジオのフェイント。ゴールだ。ここで審判。それいよいよ延長戦も後半です。チャージが決まった。必殺のオーロラフェイントだ。出た、七色のフェイント。必殺のオーロラフェイントだ。出た、ラジオのフェイント。ここで仕留めに来た。美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。これはキーパー動けない。鮮やかにゴールを決めました。よし、全日本この作戦指示が功を奏するか。はっ、ディアスティン、パスを出します。タックル君、タックルも決めた。センターラインを越えて攻め込む。何？ドリブルで突破。松山くん、激しいタックル。ユーセル君、ここは抜かせません。パスカル君、スマホを横にかわす。チャージが決まった。激しいタックル。アルゼンチン、キャプテンのこの天才的見せてやるぜ、俺の力。ディアス君、なんとスマホから動きでオーバーヘッドシュートに行った。ボールの勢いを止められない。この俺が止めてみせる。島津君の懸命のセービング、止めた、止めたぞ。それさあ、ここからが本番だ。まさに天才の成せる技。これぞこのシュートなのか。地獄、おたけびを上げボールに立ち伏せた。あと、アルゼンチン、これを得点に結びつけられるか。誰に合わせてくるか。パスカル君、ここはスピンさせません。パスカル君、シュートだ。ブラウン君、ここは抜かせません。かわして振り切った。ブラウン君、渾身のシュート。ものすごいシュートを決めてきた。ダイレクトでパス。決めた、七色のフェイント。必殺のオーロラフェイントだ。ここは2人で仕掛けてきた。ワンツーで素早くリターン。いけ、ガルバン君、パスを出します。パスだ、パスを回す。ほら、ここで止めた。あとドリブルを見送る。ルゼリ君、ここで奪った。全日本、長きにわたる死闘を制し、ついに勝利の外。翼、
よう。よし。よう。それ。ああ。ありがとうよ。いや。よし。よし。今日はもう。みさ。
たせしました。ついに全日本、これは戦い、行くぞ岬。日本来い、ピエール。敵人を切り裂く。岬君は俺がフォローする。おい、回す。マルセル君、ボールを狙うも届かない。はい、よし。ボールは届かない。僕を突破しただと。これは南米式のドリブルだ。もらったぞ。ボールは届かない。またしません。これは南米式のドリブルだ。あと、ここで仕留めに来た。美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。これはキーパー動けない。ここで先制決めたぞ。おら、邪魔だ、引っ込んでろ。奪い返した。翼くん、パスを回す。これは南米式のドリブルだ。ボールは届き渡しません。これは南米式のドリブルだ。連続突破で見せます。あと、ここで一人に来た。美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。強力、ここだ。横に踏んだ。防いだ。全日本、この作戦指示が功を奏するか。このパスをトラップ。もらった。かわして振り切った。激しいタックル。ここからチャンスを作れるか。得意のヒールリストで見せた。ボールは友達、渡しません。さあ、白夜の騎士がその力を見せるか。これは目の覚めるような一撃だ。キーパー一歩も動けず。また決めろ。次も決めてやるぞ。これでニューヒーローの実力です。ジョルジ君、このボールをコントロール。ここで止めた。ここからチャンスを作れるか。得意のヒールリフトで抜いた。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。さあ、白夜の騎士がその力を見せつけるか。これは目の覚めるような一撃だ。アモロ君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。長いパスが通った。激しいタックル。この俺が負けた。これはこのヒールリフトだ。ドゾール君、ボールを奪うことができません。ここから一気に攻め込みたいところ。キャロンシュート。それからシュートを受け止めた。アモロ君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した戦線が展開されます。これは南米式のドリブルだ。ジャン君、ボールを狙うも届かない。キャロンシュート。正面からシュートを受け止めた。あーと、これが弾いた。特務の大技で決めるか。アモロ君、どうしてこのボールを弾く。全日本、ここで作戦を変えてきました。おっと、攻守交代だ。これが俺のエトワールルーレットだ。そんな、そうはいくかよ。スライディングでカット。それ翼くん、パスを回す。それボールは友達、また渡しません。これは南米式のドリブルだ。ツインシュートだ。翼くん、息の合った連携から二人でシュートに持っていった。ハイパー止められない。やりました、翼さん。急いで行け。かわしていく。行くぞみんな、突撃だ。エースキラー、ソーダ誠が相手だ。いや、カラーシュートだ。貴様らんぞい。これがネットに突き刺さる。それやっとった。行けるだけ。ここはパスを出した。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。ここからチャンスを作れるか。ボールは友達、渡しません。あと、ここで一人に来た。美しくも4番1キロでゴールを奪うのか。
守るぞ。ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。セレやったぞ。よし、ボールを持った。お肌のヒールリフトだ。さあ、白夜の騎士がその力を見せつけるか。それは目の覚めるような一撃だ。ハモル君、このシュートを正面から受け止める。高い球に合わせる。やったー、すり抜けた。ヒットマスタイン、激しいタックル。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りました。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。渾身のシュート、うわー、爆発。懸命に飛びつく。このシュート、次も決めてやるぞ。ヒットマスタイン、ブラボー君、ロングパスを受けます。当然かわした。ボールを奪うことができません。セレーリ君、横にかわして突破。ここはパスを出した。こいつ何しよう。パスを出します。セレーリ君、こぼれだ。キープ。ナポレオン君、やっとかちゃんと持ってくれるか。スライディングでカット。得意のヒールリフトで抜いた。ピエ、よしみ。行くぞピエール。キックオフ、素早く来るのか。ミサキ、渡しません。ミサキ君、後ろには俺たちがいる。はっ、なに、これは。ここはパスを出した。やった、やったぞみんな。あっと、奪い返した。はっ、よし、これは友達、渡しません。この作戦はこの夏に終わります。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。さあ、白夜の騎士がその力を見せつけるか。それは目の覚めるような一撃だ。これはキーパー動けない。ショーク、よっしゃ、よし。全日本、この作戦指示が功を奏するか。よっしゃ、ラボレオ君、終わったぞ。遠心の力を取り返しシュートだ。このボールに飛びつく若島津君、これはキャッチできない。リエル君、ここは抜かせません。スライディングで止めた。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。フランス、その彼を止められるもんなら止めてみろ。征服するのか。ナポレオン君、やばい、シュートだ。力をためて強烈なシュート。ブロックを突き破り、ゴールで。絶対に止める。懸命のセービング、止めた、止めたぞ。さあ、いった、よし、鋭い突破で抜き去る。チャージが決まった。これを出すしかない。前後に持っていく。ピエール君、あーっと、デュアルスライダーシュート。まさにしなやかな獣、狙いすました一撃を放った。若島津君、このシュートに反応している。ピエール君、止められるもんなら止める。長距離砲でゴールを射抜いた。パワーだけでは俺には勝てん。候補そうするか。こんなところで負けられない。美しいフォームから豪快なシュートだ。ピエール君、よし、みんな俺に続け。スライダーシュートだ。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。この作戦指示が功を奏するか。ピエール君、華麗なルーレットで本能、美しいライダーシュートだ。ボールを振り抜いた。ブロックされたボールは上空へ。ピエール君、ボールを奪うことができません。翼君、これは南米式のドリブルだ。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。それ、これはゴールラインを割ります。ゴールキックから再開です。それ、それ、
全日本この作戦指示は功を奏するか。ピエール君ボールダッシュ全開。スライダーシュート。この作戦指示は功を奏するか。若島津君横っ飛びでキャッチ。全日本これは戦い方を変えてきたようです。はこの作戦指示は功を奏するか。ボッシュ君ここは抜かせません。どこだ。島を溜めて強烈なシュート。強烈な後ろ回し蹴りが炸裂。ピンタさん体で防いだ。スライディングで止めた。今だみんなセーフだ。シールドを背にどうだ。これは竜巻のような後ろ回し蹴りだ。あとフランスは全員が攻め上がる。よし止められるもんなら止めてみろ。ワンシュートか。いやさらにワンシュートした。フリーキー砲弾が放たれた。キーパー止められない。この距離からスやったやったぜ。これこそいけ全日本。この作戦指示が功を奏するか。美しいターンでいなした。見せてやるぞ。美しいフォームから左下にターンを振り抜いた。これは竜巻のような後ろ回し蹴りだ。ブロックされたボールは上空。ジトー君ここは抜かせません。まさに走るダンプカーだ。なんという破壊力だ。得意のヒールリフトで抜いた。あとドリブルを見送る。お箱のヒールリフトだ。あとここは2人で仕掛けてきた。翼くんスルーパスを狙う。ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。もらった。ドゴールくんタックルも決めた。やったぜ。それやらせるか。松山くんこのスライディングが決まった。ボールは友達渡しません。お箱のヒールリフトだ。これは大変力強いシュートだ。ボールはまだ生きている。さあソウルを抑えた。いけチャージが決まった。スライディングで止めた。はっここは抜かせません。ピエール君ボールを狙うも届かない。ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。これは大砲のように力強いキャロンシュート。これは竜巻のような後ろ回し蹴りだ。体で防いだ。チャージが決まった。このヒールリフトで抜いた。これは大砲のように力強いキャロンシュート。これは正面から抑えに行く。あとこれを弾いた。ジャンプこれをトラップ。お箱のヒールリフトだ。このタックルは真夏に終わります。力を貯めて強烈なキャロンシュート。横鋭く反応。これは見事にキャッチ。全日本この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。やったやったよ美咲くん。俺たちの勝利だ。